皆さんこんにちは、さとこです。今日は、ミニマルデザイン、シンプルなデザインの7月のパレットジャーナルのセットアップをご紹介しようと思います。以前セットアップの動画かな、コメントで男性にも使えるデザインをというのをリクエストをいただきまして、男性の方ならシンプルなのがいいかなと思ってこのシリーズも始めてみました。で、今書いているノートですが、こちら無印良品さんの英語の方眼ノートになります。使うのも無印さんのこのゲルインキボールペンと、あとはトンボ鉛筆さんのこの長いやつですね、 ABT の N75 番、あとはこのシグノのゲルインキのボールペン、ペンに関してはこの3本ですねをメインに使っていきます。で、黒いところを塗る部分なんですけど、筆ペンの方が塗りやすいので筆ペンで塗ってもいいし、ゲルインキの黒いボールペンで塗っても大丈夫です。で、この上につけているマステは MT さんのマステなんですけど、すごいはっきりパキッと黒が欲しかったので黒いマステを使ってます。で、ただこの黒いマステに白い文字を書きたい時なんですけど、ちょっと若干弾くのですぐに擦るとこうベチャってなっちゃうのと、あと白いゲルインキのこのペンってこうなんだろう、ちょっとこうぷくっと盛り上がるので乾くまでに少し時間がかかるので、そこだけちょっと注意していただければと思います。なのですぐページをめくると多分白いインキが他のところについてしまうので、乾いたのを確認してからページをめくるようにしてください。で、最初のページが月間のカレンダーのページと大きくノートのページにしました。で、今はハビットトラッカーを作ってるんですが、これ全部下書きをしてたんですが、一番上の欄は曜日を書こうと思っていたのをすっかり忘れて、一番上から日付を書いてしまって完全に間違えたので、ちょっとデザインを変えているんですが、まあこういった間違いも間違えた瞬間にはあーと思うんですが、直していけば全体を見るとまあ別に全然大丈夫かなっていう感じになるので、ぜひ間違えてもひゃーって、まあひゃーってなるんですけど、ページをこう切ったりせずにそのままちょっとじゃああんな感じで直してみようっていろんな方法で直してみると、結果いい感じのデザインになることも多いと思うので、ぜひパレットジャーナルは手書きっていうのが面白いので、間違いもまあ楽しんでじゃないですけど、全然楽しくないんですけど間違えた時は私もあーって思うんですけど、まあ、それもそれでパレットジャーナルの、まあ、面白みの一つというか、間違えたことを良しとしてそのまま進むのもパレットジャーナルを続けるコツかなというふうに思っています。で、このパレットジャーナルは基本的には仕事で使えるような、もしくはまあ学校ですねで使えるような感じで考えてこのセットアップを考えてみました。なのでトゥードゥーリストという形ではなくて、こう頭の中になるあるいろんなものを書けるような感じで、一番最初のページは大きくノートにしました。で、今はこの一番最初の部分を直そうと思って、直し方、いろんな場合の直し方の動画もありますので、まあ、そちらでご紹介している方法なんですが、同じ紙を切って貼るっていう、で、もう切って貼ると、で同じデザインをすると結構なんかあんまり目立たなくなるので、私はこの直し方が一番好きだったりします。で、最後にカレンダーのところには灰色で影を足しました。で、影を足すと陰影が出るので、結構この灰色で影を足すっていうのはおすすめのやり方です。で、先ほど仕事用のセットアップということでこのデザインを考えたというふうにお伝えしたいんですが、実は夫にも手帳を使ってもらえないかなと思いながらこれはデザインしました。なのでムードトラッカーはなしでこのフレーズのページを書いてるんですが、こちらは我が家の夫は
野球が好きなので MBA アメリカの野球 MBA ですかね、 MBA の選手の言葉でいいなと思ったのを持ってきました。でこんな感じでいつもはその時のデザインに合った感じのフレーズを探すんですが、自分の好きなスポーツ選手とか好きな何でもいいんですけど歌手の方とかそういったので、いい感じのフレーズを探すっていうのも面白いと思います。でここからが、ウィークリーレイアウトですね。でもう本当にシンプルなデザインにしました。で、仕事とか学校とかそういうのでメインで使えるように考えたので、ノートこの一番右の線があるところはノートにしたんですが、いろいろ書き込めるところが多いデザインにしています。で基本的には仕事も学校も平日だと思うので、土日は、両方一緒にしてウィークエンドという形で書くスタイルにしました。でこちらの下書きを作ってる時は仕事で使うっていうのを想定していたので、仕事だとよく翌月のカレンダーとかそういうのを見ることも多いので、このセットアップに関してはウィークリーのページはすべて翌月なので、8月のレイアウトも、レイアウトじゃないですね、カレンダーも入れることにしました。でこちらが第2週目のデザインになります。上にデイリーのタスクを書いていて、下はノートというのとネクストウィークといって、来週の予定を、例えば何か出張があるとか締め切りがあるとか試験があるとか何でもいいんですけど、来週の、メインの予定を書くセクションを入れました。で1週前にも入れようと思ってたんですが、すっかり忘れていましたで、それよりもきっとノートの方が使うなと思ったので、ノートのセクションを多くしてます。でまたここでも下書きはしてたんですけどね、間違えました。オーガストの8月のカレンダーの日付のスタートを7月と同じにしてしまったので、また、同じ紙を貼ってその上から書くという手法をとっています。でこちらが3週目のデザインです。で7月は4週5週目まであるんですが、4週目と5週目に関しては1週目と2週目のデザインを踏襲しようかなと思ったので、動画ではこのページまでで最後になります。でこのページも今までの、ウィークリーレイアウトと同様に、土日に関してはウィークエンドという形で土日一緒にして、あとはノートのセクションとネクストウィークエンド、来週の予定というセクションにしてます。大きい方がノートのセクションですね。でできたのでちょっとだけですね足していきたいと思います。こんな感じで影を足すと少しまた陰影がついていい感じに仕上がります。これで完成です。これがまず一番最初のページがカレンダーページと大きくノートのページですね。でこちらがハビットトラッカーと、あとはフレーズのページで、ここからがウィークリーレイアウト、1週目2週目、で最後3週目のデザインで終わりです。いかがでしたでしょうか。今まではデザイン性のあるセットアップを多く作ってきたんですが、これからはこんな感じでシンプルなデザインのセットアップも毎月ご紹介できればなというふうに思います。何かご参考になったら嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。